ね、一人一人性格が言えなくてごめんね、言った方がいい？あ、でもすごい人数だな。どうしようかなと思って、言うか、せっかくだから。福田明日香さん、リーダーシップを持って愛で地球を救いたい人。石黒さん、純真無垢な想像、作り出す力で愛を持って地球を救いたい人。中澤優子さんは、キュート一貫、リーダーだね。大人の優しさも強いリーダーも両方なんか始まりも完成もすべてこう含んだ複雑な性格で、ナッチは4と5、自由、ナッチも複雑な性格。自由と変化を求める自分と真面目でかっちりした自分、二面性があって、私はどっちなのみたいな感じ。で、飯田香織さんはもうとにかくわーって駆け抜ける人、88ってやれよ。あの、AKB の、あー出ない今、ド忘れした。あー、大島優子さん、うん、88。ちなみに、11は、あっちゃん。うん、うん、はい。もう、とにかく強いリーダー、社長です。飯田香織さんは社長。で、市井さやかさんは、真面目な政治家タイプ、あれ、政治家、なんか出るんだっけ？違うっけ？政治家タイプだよ。リーダーと真面目で、14の組み合わせは政治家に向いてますって私が言ってる。で、安田圭さん9の6。人のために奉仕したい人です。で、矢口まりさんも62だから、もうとにかくなんか人を育てるとか、育むとか、助けるとかが大好き。ともすると依存に走りがちだけど。後藤真希さん15、まあ自分軸で自由ですね。私はみたいな。私はこうやって自由にしていたいのみたいな感じ。で、辻のずみさん3-8。明るいですね。超陽キャです。まんまだけどね。陽キャ、パワフル、パワフル母ちゃんみたいな感じだね。明るいです。カゴアイさんも複雑ね。8-7。隣り合った数字だから。強いリーダー、社長気質と、外にこうエネルギー出したい自分と、内側にこもりたい自分、二面性があって、複雑で、なんか自分どっちなのみたいな感じで、石川理香さん71。71の人ってこう、頭良い感じの人が多いね。なんかクールな。まあリーダーシップを持ちつつ、まあなんかクールにそつなくいろいろ上手にこなす人かな。吉沢ひとみさん33。もうとにかく明るいですね。超ピュアです。ピュアってなんか作りたい、自己表現したいっていう人。あと3はなんか、薬物とかアルコールとかの依存には注意です。気をつけてください。多いのでね、3はね。今野あさみさん17。石川理香さんとまあ似てるか、リーダー。探求心を持ってるリーダーですね。小川真子さん1-11。1-11。あ、福原愛ちゃん最近行った11-1。ちょっと浮世離れしたリーダーみたいな感じ。そして、高橋愛さん11-5。活動的な直感で生きる人。で、新垣さん、11-2。あ、繊細ですね。すごい繊細で、ガラスのハートで、人の気持ちを敏感に感じ取る人です。藤本さん、33-8。あ、これ、福田明日香さんと全く一緒じゃん、33-8。リーダーキッスで、愛で地球を救いたい人。亀井さん、75。頭の回転が超速いです。うん。なんか、動き回りながらも研究したい人だね。で、田中さんが4-11。浮世離れしながらしている自分と真面目な自分、どっち？これもなんか二面性が。道重さんもそうだね。でも本質がちょっと不思議なんだ。そう、本質の方が不思議だから、真面目な仮面を被った中身がちょっと浮世離れみたいな感じ。くすみさんは76、さっき誰かいたかな？いないか。隣り合った数字なので、これも複雑な性格。一人でいたい自分と、誰かの人の世話を焼きたい自分、どっちかしらみたいな感じ。じゅんじゅんさん、11-11。わー、手越ゆうやさんと全く同じですね。11-11はもう、浮世離れな感じ。もう直感だけで生きてる感じですね。りんりんさん、7-11。もう直感と、直感で生きながら、それを研究するタイプ。三井さん、83、陽キャです。これは、辻のぞみさんの逆バージョンか。さやしさん、61。うん、なんか、リーダーキッスのお母さんです。うん、お母さんタイプ。で、鈴木さん35。あ、めちゃめちゃ自由です。もう自由人みたいな感じ。
自由に自己表現しますみたいな人。工藤さんが 11-9。精神世界に生きてます。工藤さんは。哲学とか、脳内でね、理想とは何か、人生とは何かみたいな、そういうのを考えてるんですよ。で、飯久保さん57。57さっき言ったな。ひらめき発想で。行動しながら研究する人ね。で、佐藤さん47。47、職人ですね。で、尾形さん96。まあ、世話焼きさんです。誰かの役に立っていたい。はい。で、あ、こうか。福村さん 11-3。人気者の仮面をかぶった不思議な感じ。精神世界に生きる人。生田さんも職人です。さっき全く同じ人がいた。石田さんと北川さん77一緒だから言うけど。あ、もう、ストイックです。もう何か一つのことをずっと研究してる人です。何考えてるかを全然わかんないと思う。はい。で、小田さんは明るい仮面をかぶって、多分、こう明るく外には振る舞うんだけど、本当は一人でほっといてくれみたいな。一人でいたいんだみたいな、感じ。で、野中さん9-7。9-7か。9-7。優しい穏やかな職人気質のリーダーみたいな感じかな。静かじゃないかな。どうかな。牧野さん72。あ、7と2もだいぶ違うね。2、人に優しくしたい。誰からも嫌われたくない。でも一人でいたい自分がいるみたいな。孤独大好きみたいな。羽賀さん57。57多いな。うん。まあ、発想して、行動して研究する人。加賀さん、33-3も誰かいたよね。あ、石黒彩さんか。うん。表現しながら、自己表現しながら、あえて地球を救いたい。横山さんは、正義感強いと思う。正義感強くてちょっと変わってて、でもまあ穏やかかな。森戸さん、51。うん。あ、自分はこうしたいみたいなのが強いです。うん。で、すっごい活動的だと思います。動き回ってると思う。北川さん言ったでしょ？岡村さん3-9。あ、3-9はあれよ。菅田将暉さんと全く、あ、違うか。菅田将暉さん9-3だったんだ。逆なんだ。大人びた自分を周りに見せてるけど、中身超ピュアで、子供っぽいと思う。純粋な感じ。山崎さん51。まあ、51多いね。もう、森戸さんと同じです。うん。自分はこうしたいって、こう、活動的に動き回ってると思う。はい。束縛されるの大嫌い。はい。こんな感じです。はい。もうこれ、2回に分けないとダメだね。じゃあ、運命数がこの時代によって偏っているのは人為的なものなのか、つまり、こう、占いみたいなのをね、カバダス秘術かもしれないし、別の、なんか西洋占星術とか、まあ、いろんな占いとかを使って人為的にやったらこうなったのか。そう、なんかね、結構他の占いともリンクするんだよね。なぜかわかんないんだけど、不審なことに。西洋占星術で言われる性格とカバダス秘術で言われる性格って全然違う占術なのに、結構同じこと言われるんだよね。なんか、そう、人為的になんかそういう、こういう性格の人が欲しいからとか占いを使ってやったのか、それとも、こういう人が欲しいって集めたら、たまたま、こうやってなんか性格のね、戦術として、たまたまそういう人数字ばっかり集まっちゃったのか、鶏が先か卵が先か的な、ね、うん。と、あとは、モーニング娘。21? 来年になったら変わんのかな ?22 になんのモーニング娘。だけにしよう。モーニング娘。の今後の運勢は、ざっくり、こう、アイドル界の中でね、ちょっと、モー娘。ね、昔はアイドルしてたけど、今はもう、体力のアイドルみたいな、体育会系みたいな、ちょっと、これはこれで特殊な感じになっているけれども、可愛いじゃなくてもう肉体派みたいな、すごいなと思って尊敬してるんだけどね、私は。いやーなんか、この前もテレビで特集やってて、300はいかない、100曲一気に覚えるんだっけ。とにかく尋常じゃない数を覚えて、あと、
なんだっけ、2公演やんだって、1日、ライブを。やばいね、と思って。どんな体力なんだろう、みたいな。フルマラソン走れんじゃないか、みたいな、全員ね。そんな体力の持ち主たちですけれども。はい。今後、ね、AKB とか坂道とか、他にもいろいろアイドルっていっぱいいるけれど、アイドル全般私大好きだけど、どうなっていくのかなっていうのを占いたいと思います、カードで。まず、運命数が偏ってるのは、人為的なのか、たまたまなのか、こっちが人為的、こっちがたまたま。はい、人為的ですか？人為的じゃない。たまたまだね。たまたまっぽいね。たまたまだね、多分。だから、占いとか誕生日でなんか、この人こういう性格だなってあらかじめ調べて、じゃなくって、時代が求められるとか、こう受けるだろうみたいな、とか、もしくはこういう人材集めてるっていう、そういう性格の人を、こうやって集めて採用したら、今、占いで結果的になんか偏りがあるような感じかな。だからたまたまですね。運命の私ね、全体的なキーカードは偶然っていう感じ。すごいね、偶然でこんなに偏、7ばっかになったりするんだね。じゃあ、モーニング娘。の今後の運勢、ざっくり見ますね。予想外にいっぱい長く話しちゃってさ、今もう40何分も話し続けているモームスについて。そう、ずっとモームスについて、占おうと思ってて、どこまで占うって思って、ね、初期の頃、いや、でも今も大事だしなと思って、なんか時間がドンってこう取れる時じゃないと占えないなと思って、今回ちょっと頑張ってみました。全員出してみました。ズバッと出ました。今が一番いい感じかな。ちょっとあんまり運勢的にちょっと下がってしまうかもしれない。今はさ、女教皇背景に力だから、なんかこう戦略立てて賢く、力が 100% 発揮できてるので、気持ち的にも多分ね、やりがいとか感じてるだろうけど、なんか近い将来恋人の逆だから、なんだろう、まあメンバーの入れ替えなり何かあるのかな、とか、メンバーの入れ替えってでも普通だよな。なんか人間関係のコミュニケーションあんまく取れなくて、不和とか、とにかくなんかそういう人間関係系のトラブルが発生するかもしれない。で、立場がね、戦車を背景にタワーなんだよね。大丈夫かしら？頑張りすぎて、崩壊してない？なんか、体なり、メンタルなり。そんな、大丈夫かな？メンバーの皆さん、ご本人たち、多分もう、がむしゃらに頑張ってますみたいなね。先に、体力お化けみたいな、そういうのも出てるけど、言われてるけどさ、頑張りすぎて、なんかもう限界ですとか、ちょっともう無理なんだけどみたいなギリギリのところでやってない？どうなの？頑張らせすぎじゃない？これ大人たちが。どうなん？と思って。で、環境、取り巻く環境も運命の輪の逆だから、なんか時代に合わなくなるのかな？どうなんだろう？流行とかさ、時代とか、なんかいろいろ巡り合わせとか、なんかそういうのとこう、うまくこうピタって合わないみたいな感じが出てるとか、アンダッキーな感じなんだよね。で、恐れのところに女帝の逆が出て、最終結論、正義の逆。なんかバランスとか調和が崩れるとかね。もしくは、正義の逆だと、なんか、あれこれ手を出しちゃって失敗するとか、なんか一つのことに決めないで、こう、どっちに行こうかなって、こう、迷いが出て失敗しちゃうとか、恋愛とかだと二股みたいな意味もあるけど、なんだろう、あれやこれや手を広げすぎたりすんのかな、今後。どうなんだろう。とにかくなんか、一番心配なのは彼女ら本人よ、のメンタルなり、体力なり、肉体なりが、なんか限界のギリギリのところでやってんじゃないかなみたいな、なんかいつ壊れても故障してもおかしくないよみたいな、そんなのを感じたの。対策注意点、審判ってなんか強い決意をするとかさ、物事を決めるとかなの。あ、なんか方向性で迷うのかな。
プロデューサーさんなり、こう、大人たちが、今後、モームスという方向性で行くみたいなところで、迷いが生じるみたいな感じかね。どっちにしようかな、みたいな。なので、うん、ズバッと決めちゃえよ、みたいな感じは出た。あ、これはなんか多分ね、彼女らへの対策じゃないと、大人への対策だと思う。関わってるね、こう、方向性を決める人たちへのなんか対策のような気がする。ご本人たちはちょっと、体、気をつけてほしいわ、体とか心とか。こんな若さで、いろいろ壊しちゃったら、元も子もないからね、どうなんだろうね。限界までやらなくていいよって、こう、おばちゃんは、ね、思っちゃうけど、でも、どう、あ、なんかアスリート枠みたいな感じだとすると、まあ、限界までやらなきゃいけないのかとか思うけど、難しいね。まあ、それも覚悟で入ってるんだろうけど、まあ、体壊して、壊さないようにね、うん、なんか、もう、無理だわって思ったら、うん、なんかそれだけが、多分人生じゃないよってこう、おばちゃんからは言っとく。ね。うん。それでな、何かさ、こう、メンタルとか体壊しちゃったら元も子もないからね、本当に。はい、ということで以上になります。モームスについてめっちゃ占いました。2回に分けようか、1回目に分けようか、まあ、アンケート届かな。はい。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。